映画館に戻ったらシャドウの破片を売店に売ってみようか。いや、シャドウのグッズとかが作られるかもしれん。極力ね埋めていきたいんで、こういうところはね踏んでいきます。さあでは行きましょう。早くおいでよ。でね、こんな感じで扉だったらこうやってセットしていけば OK と。千里の道も一歩からだよ。敵だ、やってやれ。おー、メロンチョ。ガード系のスキルを使うんだぞ。了解したよ、ナビ。この方もね、ベロンチョもね、いけたと思うんだよね、エイハで。よし、行くぜ。オーケー。あとは、アギ系だったはず。冷静に行こう。コウハも当たったと思う。イコロセ、ロビンフッド。あら、違ったっけ。あー、マジか。しゃないしゃない。終わりだ。エイは当たるね。見事だ、ジョーカー。ゲットレディ。いいぞ、パンサー。ほら、どけよ。そうだ、シャドウへの攻撃データはすでに記録してるからな。さすがです。やるな、パンサー。こんな感じだね、うん、今ならいけそう。任せて。そっか、ブーストかかってないか。行くぞ。じゃあアタックで、アタックで、ガチで行くよ。ウィークチャンス。とりあえず前衛の2人を2体倒すか。それ目標でいきます。これで決まり。これでどうだ、クロー、続け。さすがジョーカー。やだ、私の出番じゃん。遠慮はいらん、弾けろ、パーサー。ゲットレディ。いいぞ、パンサー。よし、ありがとうございます。成長というのはいいものだ。ボックス、なんかもう侍って感じだよね。侍って感じだよね。お宝出しやがった。やっぱ疲れやすくなってんな。ちょっと休んでいくのもありだぜ。なあ、体力に注意しろよ。慣れない環境での戦いなんだ。ちゃんと様子見て回復しとくんだぞ。まあ、アイテムだったりスキルだったりで回復していきましょうみたいな、そんな感じです。で、オートリカバーが使用可能。これですね。まだ大丈夫かな。よし、では行こうか。行こうか。あれはなんだ、あれ階段だな。次のフロアに続いてるみたいだぞ。ここにはクイーンたちも見当たらんし、進んだ方がよさそうだ。じゃあそこを目指せばいいってこと。見失いそうなんだけど。ならこうして地図に目印をつけるのはどうかな。ありがとう。ありがとう。
待ってね、こっち行けるね。よっしゃ、行こうぜ。あー、 FOE がいるのか。で、 FOE さんは行動パターンが決まってるので、お、BLT だっけ。FOE だよ。そうだったな、確か元々はフライドチキンオアエッグ。いや、チキンよりビーフだろ。いや、チキンだな、安くて大量に食える。ボケボケなこいつら置いておいて、あの FOE ってやつやっぱり強い。少なくとも今は絶対勝てない、無理ゲー。まずくない？このまま先に進めないじゃん。なあ、気になったんだけどよ、あいつさっきから同じところぐるぐるしてね、その隙にちょちょっと通り抜けらんねえの？見た感じこの FOE は決まったルートを歩き回ってる。調べたところ敵対反応もないし。なるほどね、オッケーオッケー。ってことは、じゃあまあ接触しなければ大丈夫と。さあ、 FOE の動きは地上でも確認ができます。また FOE は他の敵との戦闘中も移動しています。これがね、気をつけないといけないポイントですね。で、戦闘してる時に、今書いてあるんですけど説明に、戦闘中に FOE と接触しちゃうと、その戦闘に FOE さんが乱入してくるので、そうなった時がね、一番やばいかもしれない。これはですね、ちょこちょこの上画面の右下に出てきたかなと思うんですが、これ警戒度みたいな、そんなところです。多分ね、ここぐるぐる回ってるだけだと思うんだ。一応見ながらね、行きましょう。おー、気をつけろ。ちょっとサムネ撮っとこうか。ありがとうございます。うまくやり過ごしたね。あー、なんだかうろうろしてるとは。ここは一体何なんだ。カモシダーマンの町、確かカモシティとか言っていたね。カモシティね、このネーミングぶっちゃけどうよ。嫌な感じだ、安直だな、どうも思わない。ち、うん、バレー部の顧問で体罰とかいろんな子が被害に遭った。体罰だけじゃねえ、もういろんなことありましたもんね。まあ、ただね、ここから始まったっていう、そんなところでもあるよね。ああ、もう回答団が、そうだな、ナギさんが言っていたよね。僕たちが現れてから映画の登場人物の姿が変わったって。じゃあまあ、カモシダーマンの前は、まあ、明智マンだったかもしれないしみたいな、わかんないけど。でも、まあどちらかというとこっちが関係あるっていう線の方がありえそうですよね。そうだね、僕も同じ意見だ。ただ結論付けるにはまだ手がかりが少なすぎる。とりあえずは2人を見つけることですよね。これは何だい？はしご。
反対側に繋がってるみたい。マジ？行ってみようぜ。おお、ショートカット的だね。ショートケーキじゃなくて、ショートカットって言いたいのかな。確かにこれを活用すれば探索もかなり楽になりそうだね。こういうのあればね、戻りやすくもなりますからね。ちょっと回復したいなーとか思った時に、アイテムだったりそういうのじゃなくて、戻って回復したいパターンの時ね、いいよね。よし、この道があれば映画館にもすぐに帰ってこれそうだな。みんな疲れてないか？一旦戻って休憩してもいいと思うぞ。ジョーカー、帰還すると全回復、そういう感じか。確かね、前作ね、お金かかった気がするんだよね、回復に。そう考えると良心的ですね、今回。前作ね、学校が舞台で、それで保健室で回復するみたいな感じだったんだけど、その時にね、お金発生した気がする。違ってたらごめん。で、これか、抜け道。で、設置することによって、矢印マークがつくと。まあ、一回戻ってもいいんですが、もうちょい行けると思うんで。山を越えたな、いいぞ。進んでみよう。これは何だい？お宝だ。行こう。お宝か。おお、近いぞ、注意な。多分またぐるぐるパターンかな。ただやばいな、戦闘入ったらやばいかもしれんな。完成目前だね。行くぞ。マジか。ニヤニヤしている。なんか10円でも拾ったんすかね。大丈夫なはずだが、油断するなよ。わかったぜ、ナビ。よし、行くぜ。この敵、私なら。これでどうだ。クロー、続け。そこか。これで決まり。意外と SP がないことに気づいた。まあなんとかなるっしょ。やるな、パンサー。うん、今ならいけそう、任せて。ひたすらパンサーにブーストをウィークチャンスかけまくっていけば。ゲットレディ。見事だ。よし、切り刻む。スペア、クロー、続け。もらった。やばいっすね。ジョーカーが危険だぞ、注意な。おいおい、めちゃくちゃやべえじゃん。さっさと蹴散らそう。
冷静に行こう。カルメン！見事だ、パンサー。これでどうだ？よし、行きましょう。刀に意志を乗せろ。タフだな。勝った。邪魔するなら、こうだ。甘いな。おい、立て直せるか？これは、いけるでしょう。オッケー、行くよ。蹴散らせ、ゴエモン。フォックスやる。よし、ありがとうございます。レベルが上がりそうな予感。で、オートリカバー使って、マジか。1000円だ、ありがとうございます。で、85% ですね。よっしゃ、行こうぜ。かなり近いぞ、注意な。で、あとはこっちか。こっちだ。おお、なるほど。投破率 100% で開けられると。で、このようにね、チェックすることもできるんですよね。あとどの辺行ってないよみたいな、そういう感じです。まあでも 90% 超えてるからね、もうちょいだね。このね、3DS 特有のゲームコインを使えば開けられるんですが、これはね、ちゃんと埋めていきたいよね。お、ナイス。間違えちゃったわ。まあいいか、分かれば良いです。その扉の先にシャドウの反応があるぞ。多分戦闘になると思うが、準備は大丈夫か？ちょい待ち。うん。これは一回戻るか。そうしよう。あのさ。よし、ということで一回戻ります。お疲れ様。いらっしゃい。あとあれだよね、どのくらいで素材が売ることできるのかっていうのも確かめときたいですよね。何を売ってくださるのでしょう。結構いいんじゃない。どうされますか。気をつけてね。ありがとうございます。よし、では続きの方行きましょう。インスピレーションを求めて。さあ、ではここまで戻ってきました。 2,3 マスぐらいね、シンプルに踏んでいなかった場所があったんで、そしたら 95% まで上がりました。なので、多分この先で 5% は埋まりそうかなって思ってるんだけど、どうすかね。ジョーカー。よし、では行きましょう。よし。あとはですね、ちょっとだけ武器も調達してあります。ジョーカー。
あの奥のシャドウ、他とは反応が違う？なんかありそうな予感がビンビンするぞ。特殊なシャドウか、興味深いね。そうだな。先に狙うか、周りを片付けるか、ジョーカー判断任せた。特殊なシャドウ、なるほど。あいつはレアに違いない。逃げられないようにな、ジョーカー。レキシスさんか。行くぞ。狙ってみる。俺の出番だな。任せてもらおう。オッケー、行くよ。冷静に行こう。急所狙いで。キングさん、スペア。思い知れ。いい腕だ。観念しろ。さすがはジョーカーだ。おーし、これで決まり。いいぞパンサー、チャンスだね。行きましょう。にやっちゃう。いいぞパンサー。いいんじゃね、いいんじゃね。いいぞスカル。ありがとうございます。ジョーカーレベルアップ。ああ、やったな、おめでとうさん。ありがとう。何か落ちたんじゃない。光るフィルムってのがあったね。これかな。ん？なんだこれ、めっちゃ光ってるけど。フィルムの切れ端のようだな。思わず目を奪われる美しさだ。何かの役に立つかもね。とりあえず持って帰ってみようか。あそこ近道にできそうじゃねえか。よし、では 100% になりました。うん、仕事だったぞ。よっしゃ、じゃあね、宝箱見えたか、開けちゃいましょう。さあヒルソン、そうだったね、こういうのあったね。戦闘中しか使えないけど何回使ってもなくならないみたいな。めちゃめちゃ嬉しいね。行こう。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。